はい、皆さんこんにちは。今日はエアアジアの方の予約方法をご説明したいと思います。エアアジアの方も会員登録をお済ませの上、ログインした状況で、からご説明いたしますね。でこちらの方にご自身の名前が出ていれば、あなたのお名前でログインされている状況になります。はい、ここで出発地をまず選びます。札幌、成田。日付を3月31日。帰りを1日と仮にしますね。支払いは日本円、大人1人。その日ですね、31日。3便飛んでる形になりますね。行きは早めに行きたいので、9時35分を選びます。で、帰りを遅くして、16時30分。こちらはちょうど天気が良ければ、夕日を眺めながらのフライトが可能かと思います。この中でプロモーションとレギュラーというのがありますが、これ、私わかりません。はい。どなたか教えていただければなと思います。まあ、調べる気がないって言ってしまうとそれまでなんですが、同じ路線があれば、ほぼ私はもうジェットスターばかりという形なので、調べる気がないということになってます。こちらの方のチェックボックスを入れて、続ける。で、実際に搭乗する人、この下のところ、大人一人、私が旅行者ですというのをチェックを入れていただくと、こちらの方に、ログイン状況、情報の方がこちらの方に来ると。パスポートの情報は国内線の場合は必要ありません。フライトオプション。はい。こちらは手荷物ですね。機内持ち込みですと10キロまでは無料で利用できますので、縦、横、高さが規定の大きさであれば、10キロ以内は手荷物で機内に持ち込んでください。はい。スポーツ用品はスノーボードとかありますかということですね。快適キットっていうのはブランケットとか枕とかがついたキットが1000円で売ってます。これは持ち帰れますので、もしここを買えば帰り便はいらないかなと。あと食事ですね。機内食も事前に予約しておくことが可能です。帰りの便ですね。成田、千歳。こちらも荷物はなし。スポーツ用品もなし。機内食もいらなければそのまま続けると。で、こちら、保険に加入しますか？不要です。加入しません。はい。こちらの方が座席を選ぶところになります。事前に予約をすると、エアアジアの場合は300円かかりますね。はい、ここに31の A 出ましたね。で、私が、東京の方面に行くのと大阪の方面に行くのでは、座席、窓側の座席のシートの選び方がありまして、東京方面に行くときには F を選びます。飛行ルートにもよりますが、A の場合だと、太平洋しか見えないルートの場合もありますので、私は F を選ぶ。行きはですね。一方、大阪など行く場合は A を選ぶと。
日本海側を飛びますので、景色が楽しめる場合もあると。で、帰りの便ですね。帰りの便は、帰りの便は千歳に帰ってくるときはほぼ A の席になります。A の席になると、先ほど16時30分の便の予約でしたので、ちょうど5時ぐらいですかね、5時ぐらいに、今日没の時間だと思いますので、こちらを選ぶと夕日を見ながらフライトできるんじゃないかなと思います。はい、こちらからは確認と購入、支払い方法などについてです。クレジットカード、他の LCC の後を追ってエアアジアも先日コンビニからの支払いが可能になりました。で、こちらの方で支払うを押すと、どこのコンビニで払いますか、何で払いますかっていうのがをチョイスするような形になりますので、あとはその指示に従っていただければと思います。支払いが完了しますと、このようなメールが、お客様の手元に届きます。ブッキングナンバー、これはかなり重要ですので、必ず何かを控えておく、もしくは、本紙を、この用紙をプリントアウトして空港にお持ちください。はい、プリントをして持っていくのが一番いいかなと思います。以前まではこのプリントを持っていかないと1000円の発券手数料を取られたんですが、それが現在廃止になりましたので、この番号を伝えるだけでもいいのかなとは思いますけど、ちょっとエアジアさん、ちょっと私もあまり利用しないので、確実な場合はこの用紙をプリントアウトしていくのが一番安心かと思います。はい、以上がエアアジアの予約方法についてでした。ありがとうございました。